リボピタン D とオロナミン C、これ税金違うんですか？本日から始まりました L チャンネル。身近なニュースや話題を通じて法律を分かりやすく理解していただくことを目的とした YouTube チャンネルです。レック東京リーガルマインド様のご協力を得て応援しております。まずは自己紹介をしていきましょう。私は弁護士でレック東京リーガルマインド専任講師をしております、竹山茂樹と申します。法学部で法律の勉強をしてます、カレンです。今日はもう過去のニュースのような気もしますが、チュートリアルの徳井さんが、税金に関し不適切な処理をしていたとのニュースがありました。これについて、解説していきたいと思います。カレンさん、チュートリアル徳井さん好きですか？はい、バラエティ番組でよく見てました。結構お笑いとか見るんですか？そうですね。あ、じゃあこれはもうホットなニュースというか、はい、何が問題なのかよく分からなかったんですけれども、では何が問題なのか、解説していきましょう。国民には納税の義務というものがあります。カレンさん、憲法何条ですか？30条ですね。あ、すごいですねそして何に税金が課されるか、そしてどういう手続きで課されるのか、これは法律で定めなければなりません。これ何と言いましたっけ？何でしたっけ、忘れました。租税法律主義と言いますよね。そして、税金にはいろいろあります。例えば物を購入したら課される消費税、コンビニで食料品を買ってテイクアウトしたら 8% なのに、イートインコーナーで食べたら 10% のあれですね。リボピタン D とオロナミン C、これ税金違うんですかね？飲みませんね。あ、ですねじゃあ話題を戻しまして、今回問題になってるのは法人税という法律です。法人ってどういうものでしたっけ？自然人以外で法律上人格を認められているものですね。例えば会社とかですかね。すごいですね、やっぱ法学部生って勉強してますねその通りで、法人は自然人以外の、まあ、会社とかですね。で、法人の儲けに課されるのが法人税という法律です。一方、個人の儲けに課される税金が所得税というものです。で、今回の徳井さんの件の論点は法人税でも所得税でもあまり変わらないので、少し身近な所得税をベースに解説していきます。カレンさん、人が儲けるってどういう時ですかね？給料をもらったりとかですかね。あ、そうですね、給料による所得を給与所得、商売などの事業による所得を事業所得と言います。ただ収入を得るには経費がかかります。サラリーマンの場合は仕事に関連する書籍代とかペン代とか、こういうのが経費ですね。事業の場合はテナントを借りる賃料とか。ペン代ってすごい小さいですね。ちょっとね、小さい例えなんですよね。そして事業の場合、売上から経費を引いてそこに税率をかけて税額を計算します。ここのテロップに出てるような感じですね。で、本当は控除とか複雑な仕組みがありますが、基本的な考えはこれです。何か徳井さん、経費を水増ししたって聞いたんですけれど。そうですね、ニュースによると徳井さんはプライベートとも受け取られる旅行の費用を経費にしていたようです。でもお笑い芸人だから取材とかあるんじゃないですか？いいところに目をつけましたね。事業のためともプライベートのためとも考えられる経費はよく問題になります。まず例えば番組のロケで行く飛行機代で徳井さん持ちな部分、これは事業のために必要ですから経費と言えます。一方で完全に自分の趣味の漫画代、これは経費ではありません。問題なのはどちらとも取れる部分です。家事関連費は経費にできないんですね。完全に自分の趣味代とか、自分の家の掃除機を買ったとか、そういうものは経費にできないんです。そんな法律があるんですね。また所得税法施行規則というものにはこのような規定があります。テロップに出てますね。明確に区分できないものは経費にはできないとされています。なるほど、明らかに事業のためと言えるものじゃないとダメなんですね。その通りです。で、注意しなければならないのは、経費になるかならないかはその人の事業によって異なってきます。例えばどういうのがあるんですか？例えばフランス料理を食べ歩いてる人、まあ、結構な趣味ですね。これを趣味であれば経費ではありませんが、これグルメライターとかブロガーとか、それで、まあ、商売をしている人は
話が違ってきます。わ、確かにそれは判断しづらいですね。話を戻しますと、徳井さんは事業に関係ないものを経費としていた疑いがあるわけです。他に何か問題がありましたよね。無申告だったことです。申告納税制度ってご存知ですか？はい、納税者が自ら税務署へ所得などの申告をして自ら税金を納付する制度ですよね。すごいですね、もう勉強されてますね。日本では、給与をもらっている人は別ですが、税金を納める人が自分で税額を計算して納めることになってしまいます。で、自分で計算できない人は自分のお金を払って税理士に頼む仕組みになっているんですね。徳井さんには無申告の疑いもあります。さて、今日はチュートリアル徳井さんの問題から税金の基礎について解説しました。カレンさん、どうでしたか？はい、税金の仕組みについてちょっと分かった気がします。司法試験の選択科目に租税法というのがありますけど、司法試験受けて取りたくなりましたか？はい、もっと租税法について知りたくなりました。お、すごいですね、タックスローヤーがまた誕生するかもしれませんさて、Lチャンネルもお別れの時間です。ぜひチャンネル登録お願いします。それでは、また見ていただけることを期待しております。